皆さんこんばんは、開封大好きおしろです。今朝のニュース聞きましたか？とんでもなくでっかいニュースでした。なんとあのグランプリの復活っていうので、まあ、この報道を受けてね、死んだマジックおじさんたちも一斉に箱から這い上がって、この X のタイムライン上で、まあ、あのなんか嬉しそうにしてましたね。そう、マジックおじさんね、本当にグランプリ大好きなのよ。もうグランプリがあるからマジック・ザ・ギャザリングがそのこれぐらいあのでっかくなったんだって、そのグランプリあの神話みたいなのを信じてるおじさんたくさんいるから、だから今回ね、このグランプリが復活するっていうので、まああのとにかくいい方向に行くんじゃないかな、今後のマジックは。でこのグランプリが何かっていうさ、知らないあの最近マジック始めたお兄さんとかさ、あとなんだろう、なんかあのちょっとマジック興味あるけど、まあ、やってないよみたいなので、あの全くそのグランプリが何かって分かってないような人のために、まあ、今日はねこのグランプリ、まあ、名前を変えて、まあ、スポットライトシリーズっていうのになるらしいんだけど、まあ、このスポットライトシリーズが生まれることで、まあ、今後のマジックがどうなるかっていうのと、まあ、そのグランプリっていうのは何だったのかみたいなのを、まあ、簡単にね、噛み砕きつつ、まあ、説明していこうと思います。で、まず最初に、この2019年だか、まあ、2020年かに、まあ、突然亡くなられた、コウグランプリさんについて簡単に説明するんだけど、コウグランプリさんはね、まあ、今でいうところのそのプレイヤーズコンベンションの、まあ、オープンイベントと、まあ、あの、見た目は全く同じなのよね。まあ、誰でも出れて、まあ、参加費ちょっと高いけど、まあ、賞金が出るかもっていうので。まあ、だからなんか、漠然とマジックやってる人からしたら、もう全く同じじゃんって思うかもしれないけど、まあ、実は似て非なるもので。あのね、グランプリはね、まあ、勝ち進むと、その賞金以外にも、プロツアーの権利がもらえるのよ。で、このプロツアーの権利っていうのがすごいでっかくて、まあ、なんかその、別に俺プロになりたくないし、みたいな思ってる方いるかもしれないけど、プロツアーってやっぱ出れると、まあ、当時だったらさ、その旅費が出たりとかで、その海外に行けて海外で戦えるっていうさ、まあ、特別なステータスが得られたから、まあ、すごい価値でかかったのよね。で、最近でもプロツアーって出たらさ、そのプロツアー参加者限定の、まあ、プロモカードだとか、あと最低賞金とかあるから、なんか旅費はカバーされなくなったけど、まあ、ある程度その、なんだろう、なんかあの、何かもらえるっていう状態で海外に行くことができるから、まあ、っていうので、そのプロツアーっていうのは、まあ、名前だけ聞いたらすごい仰々しいけど、まあ、俺も出たことないから、まあ、すごい仰々しいことは変わってないんだけど、まあ、そのさ、なんかあの、すごい果ての世界みたいに見えるかもしれないけど、まあ、グランプリに出て、そこでエイトになれたら、一応権利が得れるっていうので、まあ、すごい遠い存在ではあるけど、まあ、身近なものになってたのが、まあ、グランプリだったのよね。うん、だからグランプリはね、そういった意味で、まあ、カジュアルにやってる人とかでも、まあ、突然そのプロツアーに行けるかもしれないっていうのがあったから、すげえでかかったのよ。あ、ちなみにこれグランプリ抜きで普通のルートをたどってプロツアーに行く時っていうのは、まあ、当時の場合だと、まあ、PPTQ っていうイベントが、まあ、週末に、まあ、いろんなところで開催されてて、でそれで勝つと PTQ っていうのに出れんのよ。で PTQ っていうのに勝つとプロツアーっていうまあだからね、結構あのグランプリは一撃で抜けれる可能性があるけど、その正規のルートからさ、行こうと思ったら、まあ、めっちゃ大変なのよね。めっちゃ大変っていうか、なんかその足毛に通わなきゃいけないから、だからそれだったら、ま、グランプリ一回出て、あの、ま、運良かったら出れるし、まあ、出れなかったらまた次のグランプリであの、出れたらいいかな、みたいなので、まあ、社会人のプレイヤーとかはね、やっぱその時間がさ、そんな融通きかない関係上、グランプリすごいでかかったのよ。で、別に俺とかもさ、まあ、グランプリは出てて、別にそのプロツアーなんか一瞬も頭よぎったことないけど、やっぱりね、グランプリの良さって、二日制なのよね。で、今回のこのスポットライトシリーズっていうのも、まあ、二日制だから、二日制って聞くと、まあ、なんかあの、逆に二日も取らなきゃいけないのかっていうので、なんかあの、めんどくさくも感じるかもしれないけど、なんだろう、なんかあの、やっぱりさ、なんか大きな大会で、まあ、大きなイベントに出てるっていうので、ちょっと旅行気分味わえるのよね。まああの二日間さ、そのマジックで、まあ潰れた場合は、まあ二日残ってるわけだからさ、まあ結果としても嬉しいし、で逆に一日目で敗退した場合は、まあ観光とかに切り替えれるから、俺は結構ね、この二日制っていうのは、なんかあのテンション上がるところなんだよな。なんかそのマジック・ザ・ギャザリングのあの3ブロック制がいいみたいので、まああれと似てるような、二日であることで二日拘束されるっていうデメリットあるけど、まあなんかその、あの、催しに対して、ちょっとその深みが増すというか、俺はこの二日制であるのはかなり嬉しいかな。で、ちなみに、まあ、このグランプリさんさ、まあ、そういうので、ま、好評だったんだけど、あの、コロナでね、完全になくなったんだよな。あの、このさ、グランプリっていうもの自体はさ、すごい良くて、なくなる意味がわからんぐらい、ま、みんなから支持されてたのよ。で、ちなみに、この2024年の今のルールで、その、プロツアー目指そうと思うと、なんかその一発抜けできるルートがないから、ちゃんとね、なんかこの順を追っていかなきゃいけないのよね。なんかそのアメリカのマジコンとかだと、なんか PTQ が併設されてて、その PTQ 出るだけで一撃でさ、あのプロツアーに行けるみたいな、なんかそういうイベントもあるけど、
多分日本だとないんじゃないかな。日本だとこの店舗予選、エリア予選、チャンピオンズカップファイナルで、まあ、プロツアーみたいな、こういうルートしかないんじゃないかな。なんかね、最近のあのこのプロシーンというか、全然この辺わかんないんだよな。てか名前がわかりづらくなったね。その PPTQ、PTQ、PT っていうので、これめちゃくちゃわかりやすかったけど、なんか店舗予選、エリア予選、チャンピオンズカップファイナルとかだとんってなるから、まあでもなんかこれでまあわかりやすいっちゃわかりやすいんだけど、まあこういうルートをたどらなきゃいけないから、なんかね、ここにそのショートカット的なグランプリ、まあ、あのスポットライトシリーズが増えるっていうのはいいんじゃないかな。なんかなんとなく普通にイベント出た人とかでも、まあ、マジックの実力あったり、なんかメタ読みが上手かったりしたら、そのプロツアーに出れるみたいなので、まあ、世界観広がるからね。うん。だからね、まあ、スポットライトシリーズ、めちゃくちゃいいですね。マジックでフリマなら、アルプラ、クーポン配布中！で、そんな期待高まるこのスポットライトシリーズなんですけど、開催されるのが来年2025年だそうです。で、2025年になんとね、8回も開催されるそうですけど、まあ日本では1回だけなんで、まあまあね、1回でもね、あの懐かしかったグランプリをもう1回体験できるんだったら、もうその死んでもいいと思ってるようなマジックおじさんもいるかもしれないんで、まあそうね、あのせっかく墓から復活したマジックおじさんも体験してその場であの昇天するかもしれないですね。まあただ1回しかやんないからさ、まあでも多分これ続くと思うけどね。あのやっぱね、マジックね、その競技シーンが盛り上がってこそ、なんかその進化を発揮するみたいな神話すごい信じられてるけど、俺もね、わりかしその神話をね信じてるよりの人間なんで、まあだからあのこれでグランプリ復活したら、やっぱりグランプリが正しかったんじゃないかみたいな、まあドヤおじさんも出てくる可能性があるかもしれない。まあ少なくともこのスポットライトシリーズが始まることによって、悪いことはねほぼほぼ考えられないんじゃないかな。今そのコンベンションとかのオープンイベントに出てる人にとっては、まあその出られるイベントが増えるわけだし、でそういったなんか催し物が増えるっていうのは、まあ買い物の場とかさ、あとまあこういうイベントにはまあ少なからずなんかカジュアルイベントとかもついてくるんで、まあそういうのにあの出るきっかけにもなるんで、まあどのプレイヤーにとってもありがたいし、で一番いいなって思うのは、まあこれが例えばスタンダードとかでさ、あの基本開催されるようなイベントならば、まあスタンのカードとかの価値もねかなり上がるんで、まあその2019年以前のなんかその世界とかもさ変わってしまったから、それと比べるのは良くないけど、やっぱりグランプリのさ直前になったりするとカード高くなったりするんだよね。あれすげえ不思議な現象で、だからなんかそういうなんか経済効果みたいなのにもつながるかもしれないので、まあ、このスポットライトシリーズあらゆる観点から期待してますね。でもどうだろうね、なんかその競技勢ってお金そこまでさ使わないから、まあ、もちろん使うよ、もちろんカード揃えるためにカードあの買うけど、そのコレクターブースターをバカスカ買ったりみたいなのってなんかまた別の層な気もするから、なんかビジネス的にさ、なんかそのなんかもっとさアホなイベントの方が儲かるんじゃないのみたいなので、そっちに舵切られてもまあまあ困る気がするけどな。やっぱね、そのいやマジックやっぱルールよくできてるから、こういう競技的なその場所はねあってほしいなっていうのは、まあ、個人的には思うんで、まあ、これはめちゃめちゃありがたいですね。まあ、これが起きるあの来年2025年以降の、まあ、世界を早く見てみたいというところです。で、そんな期待高まるこのスポットライトシリーズも開催されるね日程が第1回と第2回が決まってて、第1回が1月の3日から5日で米国アトランタだそうです。で、1月の3日から5日ってもう感覚的にはもう来年ではあるけど、だいぶすぐなんだよな。だって4ヶ月ちょい後ぐらいでしょ？もう4ヶ月ちょい後にもう第1回が開催されてて、そうだね。だからアメリカに行ったらまあ出られると。ただ1月の3日から5日ってもうめちゃめちゃタイミング悪いのか、どうなんだろう。三が日のタイミングでまあアメリカ行ってて帰ってくる。こんな正月の空港とか混んでる混んでないとか全く読めないけど、少なくともちょっとその旅行するにしては、まあアメリカで新年迎えてみたいな、ちょっとブルジュアな感じの人はいいのかもしれないですね。で、これね、あの、いいのはさ、プロモカードが毎回もらえるのよ、参加で。で、あの、なんかマジコンのプロモカードとかと違って、あの、イベントごとに変わるっぽいんだよね。そう、第1回アトランタではミネの恐怖がもらえるのよ。で、ミネの恐怖なんか、まあ、結構コマンダーとかでも人気あるカードだし、今だったらそのスタンダードでも使えるから、まあ、まんまこのね、イベントスタンダードで開催されるから、まあ、自分のデッキにこれを入れてもいいと。まあ、渡されるタイミング次第では難しいけど、まあ、このプロモ版で、まあ、その戦いに行ってもいいっていうので、まあ、結構粋な計らいかなと思う。で、さらに、これ参加でまずノンフォイルカードがもらえて、上位128以上でフォイルバージョンがもらえるのよ。
で、これ上位128っていうね、足切りラインが、俺の中ではね、結構素晴らしいなって思ってて、なんかすごいさ、途方もないベスト8だけとかだと、まあもちろんその価値も跳ね上がるけど、まあ自分には関係ないなっていうので、なんかあんま頑張ろうと思わないけど、128だったら、まあ頑張ったらもらえるかもしんないし、で、もらったらさ、まあその、記念にさ、取っておこうと思えるじゃん。自分の頑張りなのを、なんつうんだろうな、そのトロフィーみたいなもんだっていうので。だからね、なんかこの128以上でフォイルバージョンになるっていう、なんか、この足切りラインすごいいいなと思いました。というわけで、まあ第1回が、まあアメリカ・アトランタでミネの恐怖もらえると、一応シニマレアのカードだからね、ありがたいですね。で、続く第2回が、まあ3月の15から16で、まあオランダで開催と。で、これオランダだけどね、アムステルダムじゃなさそうなんだよな。なんか隣町のウテレクっていうところらしいっていうね、なんかあの、ふわっとした情報だけ入ってきたんで、まあそのウテレクかもしれないし、ウテレクじゃないかもしれない。だからあの皆さん話半分ぐらいに聞いておいてほしい。で、これはフォーマットモダンで、プロモカードがカルドラ完成体なのよ。で、これね、なかなかいいですね。だからあの、第1回がフォーマットスタンダードで、まあミネの恐怖スタンで使えるカードで、で、続いてがそのモダンで、モダンで使えるカルドラ完成体だから、なんかそのもらえるプロモカードもちゃんとそのフォーマットへのさ、まあリスペクトがあるようなカードになってるんで、なんかそことかいいよな。なんか最近のイベントって、なんかその、イベントのフォーマットともらえるカードがさ、チグハグみたいな事象めっちゃあるじゃん。あのストアチャンピオンシップで、あれ多分スタンダードとかでしょ。スタンダードとかやって、なぜかあのウルザズサーガもらいに行くみたいな。まあまあもちろんウルザズサーガであることはすごい嬉しいんだけど。でもなんかね、今回のこのあのマジックスポットライトシリーズに関しては、多分なんかそのフォーマットで使えるカードみたいなのがテーマにプロモカード配られるんじゃないかな。で、カルドラ完成体はね、結構個人的に好きなカードではあるんで、まあ取りに行きたいなと思うけど、まあこのプロモカードのためだけに、そうね、オランダに行けるかっていうとも怪しいところがあるかな。で、これがね、その、今さ、やってるそのマジックコンみたいな、まあ楽しい感じのイベントなのか、まあそれともその競技だけに絞ったイベントなのかっていうのはわかんないけど、まあ多分ね、来年はマジックコンじゃなくてこれになってるんじゃないかな。なんか全然この辺とかはね、わかんないけど、まあそうね、マジコンみたいななんか面白いイベント兼こういうイベントが併設されてるみたいな内容だったらいいかな。マジックコン内にこのスポットライトシリーズがあるみたいなだといいけどね。まあでも少なからずなんかその出店はあると思うから、まあカード買ったりとか、まあそういうフリースペース、フリープレイのエリアとかはあると思うけど、マジコンみたいななんか超なんだろう、なんかそのテーマパーク的な感じにはならないのかな。まあ、それともマジコン内に埋め込まれるのか。マジコン内に埋め込まれるだったらもうこの段階で、あれかアナウンスされてるか。まあ、そんな感じで、まあ、来年2025年はね、このコーグランプリくんの、まあ、新しい形であるスポットライトシリーズっていうのが始まるっていうので、まあ、かなりマジックプレイヤーはね、大喜びしてたんじゃないかな。で、あとま、気になるのは日本の開催場所だね。日本の開催場所がどこになるかはめちゃめちゃ気になるから、早く発表してほしいよな。まあ、できる限りあの、都心の方で、お願いしたいかな。まあ俺その東京住まいだから。で、これによってまあこれからのねマジックがどう変わるかっていうのはまあ俺も期待してるところかな。やっぱり健全な姿としてその競技シーンっていうか、なんだろう、まあスタンダードが盛り上がるかな。で、スタンダードってやっぱ競技フォーマットだからさ、その環境が目まぐるしく変わることによってまあそのなんだろう、強いデッキみたいなのをさ、まあ一個定着しないで済むから、まあ研究のしがいもあるフォーマットだから、そういうスタンダードが盛り上がることによって、まあ新しい商品も売れてっていうので、好循環だと思うんで、まあもちろんその単価の高いね、ものがあの売れてれば、企業はいいのかもしれないけど、でもなんだろうな、なんかその先細りしない商売のためには、そういったものが売れてほしいなと、パンピーは思うわけで、俺的にもね、こういうなんかスタンダードとかが盛り上がるようなきっかけになる競技イベントっていうのは、なんか待ってたし、あと別に俺その競技プレイヤーじゃないけど、やっぱその競技の場に出たらさ、俺何番目にこいつらより強いのかなみたいなんで、ちょっとさ、そのあの悟空魂みたいに湧いてくるわけよ。なんか強いやつがいっぱいいるなみたいになるから、だから多分それはね、なんか俺以外もそうだと思うんだよ。別にあの常日頃からさ、そのあのピリピリ生きてなくても、そういう場に来たらさ、お、やっちゃうぞみたいになる人いるでしょ、多分。だからね、まあそういう遊ぶ場が増えつつ、ちょっとそういうなんか自分の腕試しみたいなできる場が、あるっていうのは良いと思うんで、まあ、あの、スポットライトシリーズ、個人的にめちゃめちゃ楽しみにしております。で、あと、まあ、もう一個言うことがあるとしたら、最初にも述べたようなマジックおじさん。で、マジックおじさんってさ、
グランプリ良かったシーンは語りすぎなのよね。だから最近マジック始めた人とかにさ、もうこの昔はグランプリっていうのがあってってので、グランプリ昔話しすぎだから、だからそうだね、なんかそういう人らさ、うわ俺ら経験してるのにまたこの話聞かされんのかって思うと思うよ。だって俺すらも聞かされてるからね、グランプリは良かったでも知ってるよと思うけど、そう聞かされてるから、多分もっとさ最近始めたっぽいなみたいなやつはグランプリ話聞かされてると思うんで、だそうだね、まあこれに出て、いや別にグランプリ知ってるけどみたいになったらいいなと思いますね。まあ逆にあのなんだろう、いやあのスポットライトシリーズよりもグランプリの方が良かったみたいなもうやつも出るかもしんないけど、もうそれはほっとけはい、というわけで、まあ以上で、ね、まあ今日の動画のお話でございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価お願いします。で、あとまあ思うこととかね、まあ、このスポットライトシリーズ復活に関して思うこととか、まあ、今後の競技シーンがね盛り上がると、まあ、マジックはより良くなるのか、それともそれ全然関係ないのかみたいなのも、よかったら、ご意見コメントにいただけると嬉しいです。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。 YouTube メンバーシップのお知らせ。現在開封大好きヨシヒロのチャンネルでは月額490円で限定動画にアクセス可能。旅ロケの映像からマニアックな開封動画まで幅広い動画をお届け。ぜひこの機会にチェックしてみてね。